皆さんこんにちは、こんばんは。猪熊ツーリストの猪熊のっちゃんです。このチャンネルでは沖縄や台湾の観光地や眺めの良い場所、交通機関、宿泊施設、お食事どころなどの旅行情報を紹介しています。もしこの動画をご視聴いただき、面白かったとか役に立ったと思っていただけたら、ぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。ところで皆さんは JAXA 宇宙航空研究開発機構という組織をご存知ですか？ JAXA とは宇宙科学についての研究を行ったり、人工衛星などの開発や打ち上げと追跡や運用などを行っています。種子島からのロケットの打ち上げなどはご存知かと思いますが、 JAXA の施設が沖縄にあることはご存知でしょうか？実は日本国内に20カ所ある JAXA の施設のうちの一つ、沖縄宇宙通信所が1968年昭和43年2月に沖縄県恩納村に作られ、現在も使われています。ここでは打ち上げた人工衛星の追跡や管制を行っており、追跡と管制のために直径18メートルと10メートルのパラボラアンテナがあります。 JAXA の運用する宇宙通信所は、国内では沖縄のほかに勝浦と種子島など、海外ではオーストラリアやスウェーデンなどにあり、さまざまな人工衛星を見守っています。なお沖縄宇宙通信所は一般に施設が公開されていて、個人でも予約なしで無料で見学ができます。沖縄宇宙通信所までは Google マップではうまく案内してくれません。動画の通り、国道58号線の阿蘇ソ交差点手前から標識や看板などがあり、その指示に従う方が楽に行くことができます。それでは沖縄から空に浮かぶ人工衛星を追いかけ制御している沖縄宇宙通信所を訪ねてみましょう。Thank you.
Thank you.